入社してもう半年以上経って、お客様にもいろいろお話ししていただいたりとかしていただけて、楽しく営業はできたと思います。はい、来年もお客様といっぱいお話ししたりとか、笑顔で書いていただけるような接客とかもしていきたいと思うので、よろしくお願いします。もう入社して8ヶ月が経ったんですけど、ジェニックとラビ行ったり来たりさせていただいているので、これからも頑張りたいと思います。来年もジェニックよろしくお願いします。はい、今年1年間僕は入社してから、いろんなお客様に携わらせていただき、こうやって成長することができました。また来年も僕は成長の年にしたいので、皆さんどうかよろしくお願いします。はい、今年も JJ ニックをご利用いただきありがとうございました。残りわずかなんですけど、来年はもっとレベルアップした自分をお客様にもっと、見せていけるように、もっともっと頑張っていきたいと思うので、これからも JJ ニックよろしくお願いします。今年も1年ありがとうございました。ラビューは4月からオープンしたのですが、今はすごくたくさんのお客様に来ていただいてありがとうございます。来年も1年よろしくお願いします。ジェジニックの菊池です。今年も、ご利用いただきありがとうございました。2014年、来年はもっとたくさんのお客様をきれいにして、もっとジェジニックを気になるお店にしていきたいと思いますので、また今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。JJ ニック店長宮本です。今年1年振り返って非常に、自分にとって身になる年だったと思うし、これからのためになったかな。一番ね、思うことは一つ、二文字感謝、この二文字に尽きるかなっていうところかなと。一番何に感謝してるかっていうと、お客様しかり、スタッフの皆さん、それを支えてくれてるみんな、あとはやっぱ強いて言うなら自分のママかな。ママいないと自分ダメかな。っていうところとね、来年に向けて、やっぱりもっと個の力、やっぱり個人技でこう 抜いていかないとね、勝てないと思うし、もっとシュート、美容でね、シュートするとやっぱり、もっと多くのありがとう欲しいね、欲しい、もっと欲しがっていこうと思います。以上です。